目指せブロードウェイ。バカバカ TV。 どういうわけだか全くわからないが、この世界にゾンビがあふれるようになってもう3年の月日が流れていた。噛まれることで男もすぐにゾンビとなり、人間の肉を求めてさまようはずだったが、1週間経った今でもゾンビらしき症状は見られなかった。見られないどころか、男たちはパーリナイしようとしていた。もうすぐゾンビになるのに。パーリナイ？冗談ですよね。本当です。こんな世界になってから全然パーリーできないじゃん。だから俺はさ、パーッとパーリーがしたいわけ。3人で？イエス。寂しいパーティーだな。パーティーって何するんです？それはまあ、DJ が音楽かけて、美味しい料理食べて、美味しいお酒を飲んで。ね。全部ないですよ。ご安心ください。え、そんなの持ってたんですか？いざという時のための最後の一本。今がそのいざでしょ。ご安心ください。そちらもご用意がございます。王様だれだ、はい、しょ、はっ、あ、俺だ。これ3人でやるものかね。じゃあ1番と2番が語尾に変な言葉をつけて喋る。全員じゃねえか。実質2択ですからね、ゾノモシ。あ、ちょっと待って、後藤さん、もしかしてもう始まってます？あとは中田だけだぞ。わかった。ぴょん。ぴょん。ゾノモシ。もう飲めないよ。弱いな、もう。後藤さん、そんなの明日やればいいんだって。大丈夫です、僕がやっておきますから。違うよ、パーリナイなんだよ。せっかくパーリーしたのに、そんなんしたら全然パーリーじゃないじゃん。でも誰かがやらないとですから。大丈夫だって。みんなさ、ゾンビになるんだからね。それでもいいんです。え？たとえ明日世界がなくなったとしても、僕は今
洗い物をする人間でありたいんです。その方がきっと明日も楽しいじゃないですか。大丈夫です汚れちゃうじゃないですか。せっかく上がったのに。お父さん、何するんですか。ちょっと、何ですか。汚れてる。大丈夫です。寝ててください。ゾンビになるまで、あと4日。すいませんでした。ものすごく痛いんですけど。本当にすいませんでした。